こんにちは。筑波大学の荒谷です。これはプログラミングチャレンジ、第3週、パーツ3、探索問題となる、の授業です。じゃあ、最後に、グリード、探索法の中のグリード法についてを説明します。グリード法っていうのは、グリード法というオーグリスムのは、問題が、部分に分けて、それぞれの部分に対して、その分だけの最適化選択をして、それをし続けると最後に最適解にたどり着くっていうアルゴリズムです。まあ、グリード法はすごい面白いことなんですけど、グリード法がうまくいくと、すごい早い、結構早いです。うまくいかないだと間違えている答えが出てくるですね。どちらかっていうと、どちらかになるのが、理解するととても重要なところですね。まあ、グリード法が使える問題が、2つの特徴があります。特徴1、その問題が、部分問題に分ける。で、それだけじゃなくて、それぞれの部分が評価ができます。ですね。で、次は、そのグリードプロパティ、グリード構成があります。グリード構成というのは、それぞれの部分問題にベストな部分解、答えを選ぶと最後に、最適な答えを出てきます。ですね。まあ、この1は大体問題を見てわかるんですけど、この2だと、まあ、騙しやすいことですね。なんか理解、まあ、間違いやすいところですので気をつけないといけないです。まあ、例で分かりやすいと思うんですけど、代表的な、グリーディ法のアルゴリズムが、このミニマルコベレージです。じゃあ、ミニマルコベレージを見てみましょう。A から B の距離を考えてください。例えば、この距離が、壁と考えてください。A から B の壁があります。で、10から50の間に、この壁を電気をつけたい。ライトをつけたい。で、いくつかの電気があります。それぞれの電気が違う部分をカバーしている。例えば、ここは、5から15までカバーしています。ここは8から12までをカバーしています。ここが40から60をカバーしています。ここは、30から40、20から40、13から25、33から55と18から30。で、この部分がいくつかを選んで、それをすべてをカバーしたい。ただし、できるだけ少ない部分を選択したい。ですね。これはどういうふうに、どのプログラムで解けるでしょう。ちょっと考えてみてください。じゃあ次いきます。まあ、この問題を解くために、アイディアはこれです。少しずつ、最初からカバーしている部分を選択していきます。まずは、回答セットが何も入ってない。C の回答セットが何もない。で、最初のカバーポイントが AC が A。つまり一番左のカバーポイントが、一番左のポイントがカバーポイントとなります。で、アルゴリズムがこの1、2、3、4。1。まず、S、すべての部分のセットから SC を取り抜けます。SC が何かというと、AC をカバーしているすべての部分です。もし S が順番で、してるなら、この1ステップ1がすごい早いですね。じゃあ次は SC の中から1つを選ぶ。どれが選ぶというと、AC をカバーしている右、これは左って書いてるんだけど、右って読んでください。AC をカバーしてる右の一番長いやつを選択します。で、3が AC をアップデートする。AC は AC からその SY の右を選択します。最後は1に戻る。つまりまた AC をカバーするセットを取って、
で、そのセットの中の一番右を選んで、で、AC をアップデートして、で、また新しいセット。これを繰り返すと、これはグリッド法で、一番なんか、一番カバーしているところだけを選択して、このセットで、A から B をカバーするの最初セットをたどり着けます。ここからなんか、グリッド法の選択の特徴量の一つなんですけど、よく、サブセットを見つけてくださいのような問題だと。なんか、これのサブセットを見つけてくださいというような問題だと、グリッド法が解くことが考えられる。まあ、必ずしもそうでもないけど、でも、それはなんかその部分問題が、そのサブセットを見つかる問題が、部分に分けやすい問題ですので、ぜひ、グリッド法を考えてみてください。じゃあ、このアルゴリズムを実際に見てみましょう。こんな感じですね。ここは、なんかさっきの、部分を、右で並びました。あ、すみません。左で並びました。だから、一番左はこの部分。で、次はこの部分。で、次はこの部分。で、次はこの部分。で、最初は AC が、ここですね。AC がこのところです。で、AC をカバーしているのは、この薄い青の2つ。で、この薄い青の2つの一番左、右なのは、この上なので、この太い線を選びます。じゃあ、AC はここになる。AC をカバーしているのは、この赤いだけですね。じゃあ、これを選択します。じゃあ、AC がここになる。AC をカバー、新しい AC をカバーしているのは、この、濃い青の2つです。で、この濃い青の2つの中から、右の一番遠いところがここですので、AC がここになります。じゃあ、AC をカバーしているのは、この緑の3つです。で、この緑の3つの中から、一番右のはここですので、これを選択します。ですので、A から全部をカバーするセットが、この緑の太いと、濃い青の太いと、赤の太いと、薄い青の太い。この4つの点で全てをカバーする。面白いアルゴリズムでしょ。じゃあ、もう一つのグリーディ法の、サンプルを見てみましょう。これは、まあ、また有名な問題で、コインチェンジという問題です。コインチェンジが、目的 V があって、で、そのコインのセットが S。で、この V と S で C のセットを作ります。C が S からの選択されたコインで、C はレペティションが OK です。で、C の足し算が V となります。例えば、V が42で S のセットが25、15、1ですね。で、正しい回答が25プラス10プラス5プラス1プラス1。このサイズが5の例となりますですね。では、この問題に対してグリード法が何でしょうか。一つの考え方は、まあ、毎回その V を一番小さくするコインを選択するですね。例えば V が42、S が25、15、1ですと、まあ、一番大きく取れるのは25ですので、25を取って V が17。V が17になると、次は、一番大きく取れるのは10。ですので、C が25と10。で、V は7。V は7に取ると、次は5を取ります。5を取ると、V は2になって、1を取ります。1になって、1を取ります。ですので、答えが正しい答えの25、15、1、1ですね。イェーイ、解けました。ただし、このプログラムを提出すると、あ、ロングアンスに出てきた。なんでロングアンスに出てきたというと、テストケースの中にこのテストケースがあります。V が6。で、S が4、3、1。で、これはグリッド法にすると、V の S の中で一番大きな取れるのは4。4を取ると V が2になります。V が2になると、一番大きく取れるのは1ですね。で、1を取ると V が1になって。で、V が1になると、4、3、1。で、C が4、1、1となります。4、1、1が、コインが、3個が入ってるけど、でもこのサンプルの正しい答えが4、1、1じゃなくて3と3だけです。ですので、今回がグリッド法で解けそうなんですけど、実は解けない。
グリッド法を使うときに、なんかこれを気をつけないといけない。いくつかをサンプルを取って、必ずなんかその 特定の、テストケースでロングアンサーが出ないように気をつけないといけない。じゃあ、もう一つの OK のグリッド法を調べよう。これはロードバランシングという問題です。ロードバランシングが、今回の問題ではないですけど、面白い、あと、グリッド法の面白い問題です。これは、C の、引き出し、チャンバーがあります。で、セット。まあ、見てる通りに、グリッド法はほとんどなんかセットの中に選んでください。セットの中に選んでくださいということになりますね。で、S が、2C が、2×C のアイテムが入っている。それぞれのアイテムが重み M があります。で、ここがなんかその C の中で重みを、つけられ、重みがバランスされている、S を選択しないといけない。つまり C1 と C2 と C3 と C4 の中でどの S が入るのかですね。バランスをしないといけない。で、目的がこのインバランスを最小化にする。ci-a ですね。つまり、すべての、引き出しに入っている s をの重みをとって、平均をとって、その平均のあまり差がないようにバランスを弱くしないといけない。じゃあ、これは、グリッド法で考えることは可能でしょうか？それは、自分で考えて、グリッド法を練習しましょう。では、さっきの問題の回答ですね。まあ、アイディアとして、何もない、いくつ、なんか一つずつの、なんかすべてを入れるじゃなくて、一つずつのアイテムがどこに入れるのかを考えるですね。で、考え方は、アイテムのサイズが決まってますので、そこでグリードができます。アイテムのサイズが引き出しのサイズの2倍なので、まず、必ず、何もないより何かある引き出しの方がいい。ですので、まずは引き出しそれぞれに1個を入れましょう。どの順番で1個を入れるのは重要なので、それを考えてみてください。ですね。引き出しの順番が重要ではないけど、入れるアイテムの順番が重要です。このヒントで、UVA410 を解けてみてください。あ、そうか。では、なんかこのグリッド法が、こんな感じです。まず、すべてのアイテムが重みで順番します。重みで順番した後に、まず一番大きな、アイテムが、あと何もないところに入れます。で、次のアイテムが何もない。で、その順番で、それぞれのアイテムが、その重みが少ないところに、入れておきますと、インバランスが少なくなる。まあ、この考え方は実際の、あとこの今週の問題のドラゴンオフルウォーターに似てますので、ぜひ、参考してください。では、これは、まあ、今週のあとグリード法の説明でした。じゃあ、今週の探索アルゴリズムをまとめします。探索アルゴリズムのキーアイディアが、探索空間の中にすべての回答をチェックして、最後の答えを、最後のソリューションを見つけます。このすべての回答が、まあ、探索空間ということが、アルゴリズムのデータ構造、アルゴリズムの選択、そしてプルーニングによっては変わります。うまくプルーニングすると、その探索法、が、早くなります。全探索が、まあ、すべて、探索空間のすべての回答を調べるので、時間がかかります。ただし、必ず正しい答えを見つけます。まあ、必ずということは、探索空間の中に答えがあれば、その答えが見つけます。と、探索空間に答えがなければ、それは仕方がないので、探索空間を作るときに気をつけてください。で、または、バイナリ法と、あと、微分探索法と、グリード法も、話しました。グリード法と微分探索法がすごく早い。なぜかというと、
一部の探索空間を調べないからです。ですので、このアルゴリスムが正しい答えを出るために、探索空間のあと特徴がある必要があるので、このアルゴリスムを使う前に、その探索空間がその特徴が持てるかどうかを必ず確認しましょう。では、なんか終わる前にもう一つをちょっと話をしたいです。何かというと、実はなんかその全探索アルゴリスムがすごい簡単で、これが実際に使わないと思う人がいるかもしれない。実は探索アルゴリスムがコンピュータサイエンス、情報科学の研究と理論の中にとても重要な立場を持っています。なぜかというと、まあみんなは NP コナンの問題聞いたことあるんですね。NP コナンっていうのはなんかすごい難しくて、あの問題が大きくとなるとコンピューターが解けない問題っていうことなんですね。実は NP コナンの問題の中に探索法のアイディアが入っているんですね。何かというと、NP コナンの提案の中、あとの定義の中で、NP コナンの問題が、あの、多項式スピード、なんかポリノーマルスピードで、回答が正しいかどうかをチェックができます。回答が正しいかどうかをチェックできることが、探索問題の話と似てるんですよね。実は NP コナンの、あと、回答方法の一つとしては、それは、あの、探索からです。もちろん、それは、あの、探索感がすごく大きくなるんですけど、でも、あの、チェックが、ポリノーマルでチェックできますので、うまく探索空間を回すと、あの、ある程度早く NP コナンの答えを見つかることができます。ですね。ですので、あの、NP コナンだけじゃなくて、本当に、あの、早いアルゴリスムが見つけない問題、それとも、あと、本当に複雑な問題の場合だと、解け方としては、探索法ですね。ただし、もちろん、あの、全探索とか、グリーディー法とかではなくて、もっとスマートな探索法を使うことがあります。例えば、研究の中で、なんか、ヘオリスティック探索とメタヘオリスティック探索があります。ヘオリスティック探索って何かというと、ヘオリスティック関数を使って、もっと早く探索を行う。まあ、実は、ヘオリスティック関数が、あの、グリード法に近いんですよね。ヘオリスティックって何かというと、回答をヘオリスティック関数にとって、その回答が最適解からどれぐらい離れているかですね。を計算する方法です。まあ、あの、ヘオリスティックアルゴリスムの中のとても有名なアルゴリスムが、A スター探索です。まあ、あの、A スターがどこから使うか、例えば、あの、ゲームの中で、パスファインディングをやってるアルゴリスムが、あと、A スターをよく使われる。ですので、なんか、ゲーム AI の中で A スターをよく使っているアルゴリスムです。A スターって何かというと、ここからここに行きたいですね。普通の、あの、幅寄り探索で探すと、まずこの周りで探して、次この周りで探して、次この周りで探して、ここまで行くと、すごい時間がかかるんですよね。逆に A スターですと、このヘオリスティック関数。ヘオリスティック関数が、この回とここの距離がどれぐらいですね。で、この回とこの距離がどれぐらい。で、この回とこの距離がどれぐらい。で、A スターが、最回に近い、あと、最適回に近い回が、ヘオリスティック関数が低くて、A スターの探索がヘオリスティック関数をこだわっている。ですので、A スターがこんな感じで検索する。ですので、なんかパスファインドとかで A スターがこだわるアルゴリスムとなります。まあ、ヘオリスティックが、そのヘオリスティック関数がそれぞれの問題に対してそのヘオリスティック関数を作らないといけないですので、数学と情報科学の研究の中で、そのいくつかのヘオリスティックを計算し、研究している人がいます。で、ヘオリスティックがそれぞれの問題に対してそれぞれのヘオリスティックがあるのですが、メタヘオリスティックもあります。メタヘオリスティックが何かというと、ヘオリスティック関数の、汎用的な考え方です。ヘオリスティックがそれぞれの問題に対してヘオリスティックがあるんですが、メタヘオリスティックがそれぞれの問題じゃなくて、それぞれの探索空間のカテゴリー、探索空間の特徴に対してメタヘオリスティックが変わります。
メタヒューリスティックが実際の、業界で最適化問題 に対して使っている。例えば、なんかその、電車の形を最適化するとか、それとも工場の最適化するとか、メタヒューリスティックをよく使われています。ですね。メタヒューリスティックの中の例だと、まあ、進化計算型、進化型計算、遺伝的アルゴリスムが、まあ、有名なメタヒューリスティックです。山登り法も、まあ、ある程度メタヒューリスティックと言います。あとは、なんかその、群知のアルゴリスムもメタヒューリスティックです。まあ、うちの研究室で進化計算とか群知を研究してますので、これに興味がある人は、ぜひ、問い合わせにしてください。問い合わせに来てください。じゃあ、最後に、これは、えらいことになってるね。じゃあ、最後に、今週の課題を、一発目をつけましょう。一番最初の問題が、Dragon of Blue Water。この問題の概要が、ある王国では、まあ、恐竜が、来ました。ドラゴンが来ました。そのドラゴンがいくつかの頭があって、で、まあ、王国を襲っている。で、王様がその、ドラゴンを倒したい。そのために、いくつかの騎士を、まあ、雇います。一つの、ドラゴンの一つの頭に対して、騎士は一つが必要です。で、騎士が、自分より小さい頭しか倒すことができない。で、その騎士が、自分のサイズに合わせて補修が必要です。ですので、このドラゴンを倒すために一番安い騎士のセットが認めることが必要です。じゃあ、インプットがドラゴンのそれぞれの頭のサイズ。あとは騎士のそれぞれのサイズ。で、出力が、そのドラゴンを倒すために、最初のコストが探してください。または、これは、無理であれば、それも指示してください。まあ、ヒントとしては、この問題が、まあ、サブセットですので、この授業の中でいくつかのサブセットの扱い方を見たんですね。あとは、ここはデータの前処理はとても重要なので、データの前処理をうまくいくと、この問題はすごく解きやすい。第2の問題が、ステンのブロックアウトナンバーシステムです。まあ、ちょっと面白いなんですけど、この問題の中で、キーのデータ構造を紹介します。このキーのデータ構造が、すべてのレーショナル数字を、作ることができます。で、インプットとして、なんかこのフラクションが書いてて、そのフラクションの母数と位数を見て、で、その、このキー構造の中にこのフラクションを探してください。で、インプットとしては、まあ、このフラクションの、母数と位数ですね。例えば5と7、5割7。で、アウトプットが、このイスタイルのボーコーナーのキー構造の中で、あと5割7をたどり着くパスを見つけないといけないです。これは、パスの探索じゃなくて、まあ、その、探索で思うあとやりやすいかもしれない。この、まあ、この問題はちょっと手で5割7、1割2、2割3とかやってみると分かりやすいかもしれない。ぜひやってみてください。で、次はバーズ。まあ、バーズが情報科学の中の有名なナップサック問題そのままです。で、インプットがナップサックのサイズとアイテムのサイズ。で、出力が Yes と No だけですね。なんかその、ナップサックが解ける場合だと、yes。ナップサックが解けない場合だと、no です。ですね。なお、ヒントとして、ナップサック問題が組み合わせ問題ですので、組み合わせ問題が結構探索空間が大きくなるので、プルーニングが重要です。なぜかというと、そのペルムテーションが、の探索空間が、2の n 乗ですね。2の n 乗の問題だと、n が1個でも、プルンできれば探索空間が半分になります。N が2個プルーニングできれば
探索空間が4分の1になります。ですので少しでもプルニングできればこの問題がすごく早くなりますので、ぜひプルニングを考えてみてください。じゃあ次はラットアタック。ラットアタックは前も話しましたが、 n×n のマッチがあって、でそのマッチが、あるなんかそれぞれのマスにネズミが入っています。でネズミの罠、まあ、ボムがあって、そのサイズが 2D+1×2D+1 の行列で、ネズミを殺します。でそのネズミを、そのトラップを場所をうまく選ぶと、どこかで一番多くネズミを殺せる場所を探してくださいですね。ヒントは前も言いましたんですけど、すべてのトラップの場所をただ調べると時間切れになりますので、データ構図をうまく切り替えればプルーニングであと全探索が早くなります。次はシンプルエクエーション。まあシンプルエクエーションはこのビデオで十分説明しましたが、ABC が入力で XYZ で探さないといけないですね。で条件としては X プラス Y プラス Z は A、XYZ は B、で X2 乗プラス Y2 乗プラス Z2 乗は C ですね。でこれは3乗のループで XYZ のミニムとマキシムを調べないといけない。でそのミニマルとマキシムを計算するためには、まず C の条件を見て、あと B と A の条件も便利になるかもしれない。で次は Through the Desert。Through the Desert が車のシミュレーション。この車は砂漠を渡さないといけないんですけど、燃料を使う。で最初の燃料、まあ、できれば、作るときに燃料がゼロになるために、最初の燃料はどれぐらい使えばいいのか。これは、まあ、さっきのお金を払うときと似てるんですよね。ただし、ここのシミュレーションは、さっきのお金のシミュレーション、もう少し複雑です。なんか、砂漠を坂があるときに、坂を下がるときに、燃料の使い率が変わりますので、それをシミュレーションしないといけない。ただし、解き方は、ここは変わらないですね。微分探索です。微分探索は もちろんできますが、まあ、シミュレーションの逆関数を計算することも可能ですので、好きな方で、解けてください。あとはゾーンズ。ゾーンズは携帯会社があって、その携帯会社は N タワーズを、計画が持てる。でもその N タワーズの計画の中から、M だけでお予算があるので、M のタワーだけを作る。で、それぞれのタワーの計画で、どれぐらいのキャプさんが入っているのかを知っています。ですので、M の中から、お客さんが最大になるの N を選べないといけない。まあ、ヒントとしては、これは、最大を、選択する。なんかこのセットから最大を選択する問題なので、まあ、グリッド法ができるのかな？ちょっと、それはぜひ考えてみてください。一つ気をつけないところなんですけど、タワーとタワーの中にオーバーラップがあるので、そのオーバーラップの扱いは気をつけてください。で、今回の最後の問題が、リトルビショップスです。まあ、リトルビショップスが、ハチクイーン問題と似てる。ハチクイーン問題なんですけど、クイーンじゃなくてビショップス。で、8じゃなくて N。N が結構大きくなるので、この問題がただ探索をうまくプルーニングしないと、TLE になるので、なんかプルーニング方法が、このリードビショップス の問題の中ですごい綺麗な、すごいなんか素晴らしいプルーニング方法がありますので、まあ、8クイーンの考え方はちょっと違いますが、ぜひこれもやってみてください。では、今日はこれが最後になりますので、先生ありがとう。まあ、ありがとうございます。今度は、動的プログラミングですので、まあ、ぜひ、次の授業も楽しみにしてください。以上です。